新型のレボーグ STI スポーツに変わりました。はい、タクティー TV をご覧の皆様こんにちは、井口拓人です。1ヶ月ほど前にですね、愛車のレボーグを乗り換えるという動画をアップしたんですけれども、ようやく納車となりました。待ちに待った納車なので非常に、楽しみです。これからですね、東京スバルの恵比寿店に向かって、恵比寿店の方で車の乗り換えを行いたいと思います。さあ、東京スバル恵比寿店にやってきました。やってきました、ようやくレボーグを乗り換えることになりまして、こちらの 2,3 年乗っていたレボーグですが、こちらに変わります。はい、新型のレボーグ STI スポーツに変わりました。新型レボーグの中では一番上のグレードになります。色はですね、今まで僕が乗っていたレボーグと一緒なんですよね。山内選手は白にしたらしいです。これがこうなる、これがこうなりました。今までのレボーグは、STI のリップスポイラーとかですね、フレキシブルタワーバーなどがついておりましたが、今回は STI スポーツですが、STI のパーツ関係はついておりません。これからですね、この新型のレボーグで、サーキットやドライブを楽しみたいと思います。新型レボーグですね、今回は特に内装とインテリア系がかなり良くなってるんですよ。まずこのディスプレイですね、これは国産車じゃ珍しいと思うんですけど、モード切り替えをしてほら地図が出たりするんですよ。この辺もかなりこだわりを感じます。そしてまあ STI スポーツは、センターのモニターもかなり大きくなっていますし、マップにしたらあれかな、なんかわかるかな、ほらこんな大きいんですよ。で、内装はまあ今まで僕が乗ってた STI スポーツとほとんど一緒だとは思うんですけど、この STI のチェリーレッドの色に、ヘッドレスト STI のマークが入っていたりして、
ちょっと今は暗くなったんで見にくいですけど、この辺の質感もすごい良くなってます。このステッチもチェリーレッドで統一されてる感じで、この辺ももうカーボンのパーツがついております。あとはトランクとかが電動になったり、まあ何よりこういうこのハンドルのモードをしてもらえると、ドライブモードが変わって、サスペンションだったりステアリングだったりパワーユニットですね、この辺が変わった、コンフォートとか、ノーマルスポーツとか、街乗りの時はコンフォート、ちょっとワインディングロードとか行ったらこうスポーツプラスみたいなの変えると、エンジンとかステアリングサスペンションの印象が変わります。結構新型レヴォーグはあれですね、カーオブザイヤー獲得しただけあって、もちろん外見もそうです、外見や、走りもそうですけど、かなりインテリアの方も気合入っておりますよ。でね、何よりねいいと思ったのはここね。今までレヴォーグはこのドリンクホルダーが縦だったんですよ。で、山ちゃんと移動してると縦に並ぶので、どっちが俺のドリンクだったっけってよくなってたんですけど、横に並ぶのですぐにわかります、どっちがどれを飲んでたかが。はい、こんな感じです。今日はもう暗いので自宅に帰りますが、また明るく晴れた日に乗って何か気づいたことがあればお伝えしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。興味のある方はチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。